はいどうも、水溜りボンドです。お願いします。トミーです。ちょっとですね、まあこれはどうなのかわかんないんですけど、ちょっとした事件が発生いたしました。まああえてね、ちょっとなんかこう険悪なムードにならないようにカメラを回させていただきたいと思います。ちょっとですね、部屋の中でですね、なぜかわからない、これはなんでこれが落ちてるのかわからないです。まあ普通にね、部屋の中にね、うちはブラジャーとかが落ちてるわけですよ。なぜかっていうと、そのヘクトラハウスっていう過激な YouTuber がいまして、その YouTuber が家に来た時にブラジャーを外せるのかどうかみたいな動画を撮った結果、ブラジャーとかを置いて帰ったんですよ、彼らは。だからブラジャーとか、なんかパンツとかが落ちてるのは、まあまだわかるんですよ。ただですよ。まあ基本的にこの家の中、うちは禁煙なんですよ。まあなぜかっていうと、まあ普通にまあ、ほとんどの人はタバコ吸わないし、まあ僕とカンタがタバコ吸わないんで、まあ、家の中ではタバコ吸わないと。で、まあ、吸ってる後輩もいないわけですよ。僕の知ってる限りでは。で、まあ、僕が知らないことって、まあ、基本的にはないはずなんで、まあ、そういう観念においては。なんでここにこれがあるんだろうというものがあったので、ちょっとカメラを回させていただきました。これですね。なんか、撮影部屋の椅子の下に、アイコスが落ちたんですよ。で、この椅子っていうのは、まあ、あっちが撮影スペースなんで、まあ要するにあそこで撮影してるのを、まあ後輩が見るとか、まあ P さんとかキイチとか、まあ家にいるときはマンズとか、まあ他の後輩に関してはまあ家にいるときは見てたりするんですよ。でまあ大体ここでカメラがあるんで、まあ画角には入んないとこにいると。この椅子に座ってるときに、こうやって座ってるときに、このポケットから落ちてちょうどの位置ですよ。に、アイコスが落ちてたんですよ。誰って。いや別に、アイコス吸っちゃいけない年齢の人は家にはいないんですね。なんで別に、吸っちゃいけないわけじゃないんですけど、誰が吸ってんのと思いまして。これはちょっと、誰なんて言ってないで吸ってんの誰なんだろうっていうちょっとしたところはあるんで、ちょっとこれが、この、アイコスが誰のなのかちょっと、調べていきたいと思います。誰なんだろうな。警察だ。何何何何警察だ。はい、キイちょっとカメラの画角に行ってくれ。こっち側に行ってくれ。はい、これは大丈夫。うん、大丈夫大丈夫。その高そうな服を買ったのは誰だ。お前だよ。俺か。どう考えてもお前だ。そんな服着るのか、本当に。お前だよ。俺か。なんでまだ半袖の時期にそんなモコモコの服買ってんだ。お前だよ。俺か。お前だよ。ちょっと、俺に隠し事をしてるやつはいるか。ね、お前だよ。俺か。どういうことだよ。俺自分に隠し事してなんかやるってどうやってやるんだよ。何やる気なんだろう。これ何かわかる。アイコスですか。お前お前怪しいな。そうやってタバコなの。え、ちょ、見して見して見して。電子タバコ。煙が出る。アイコス。え、これがあったの。ね、要するに副流煙とか若干抑えられるみたいな。うん。でもタバコはタバコなんだ。タバコは。まあタバコはタバコですよ。タバコ吸ってる人いるとか。煙は吸ってる。それだったね。自分は吸うけど他の人は吸わない。一応この家のルールとしては家の中ではタバコ吸っちゃいけない。うん、まあ東海とか来た時でもベランダで出てきて、しかもこれが撮影部屋に落ちてた。おう、あ、俺でも比較で買ってないよ。もう買ってお前いつも買わないよ。誰だ。俺タバコ吸うの。 P さんのタバコ嫌いだもんね。あと昔俺喘息だったし。ああそういうの避けて。俺の兄ちゃんも。あ、そうなの。うん、兄ちゃんじゃないですか。兄ちゃんは喘息理由なんかある。
俺4歳の時だけ喘息でした。あ、マジ？あ、でもそういうのある。俺だから俺幼稚園まで喘息だった。え、これは？え、だからもう桜蘭作戦か。うん、わかんない。 あ、俺がおならして誰がおならしたんだみたいな感じ。そんな例えは使ってないけど。でもよくよくあるじゃん、最初に言ったやつがおならしてるみたいな。うん、まあ確かにね。そうですね。あっち向いてホイ対決をしたいと思います。あ、いいですよ。まずですね、カンタが先行。はい。で、やりたいなと。ああ、いいですよ。じゃあ、あっち向いてホイからお願いします。え、こう手をやるって。トミーもやるってこと？俺はやらん。視聴者さんとやるってこと？そうだ、いや、そういうコーナーなんで。いいでしょう。はい、なんで？じゃんけんから？じゃんけんからやったらさ、わかんない、オペレーションがさ、違くなっちゃうと思う。じゃんけんじゃんけんからやったら、お前まあ、じゃんけんやるとか勢いつけていいよ。はい、じゃんけんも一応やってもいいですし。一応やって。ただ絶対カンタが勝ったことになる。俺だからこうやってやるつつ、こうやってやるわ。で、ズンやめて。あ、すいません。じゃ、じゃんけん、一応絶対勝ったと思っていいから、じゃんけん。オッケーオッケー。はい、最初はグー、じゃんけん、はい、はい、こいしょ。ちょっと普通にやってもらっていいですか？何やってんの？違うじゃん。何？いや、何お前。ほんとごめん。ほんとごめん。いやいや、じゃんけんぽい。あっち向いてほいでいいよ。なんであいこでしょって言ってやんの？そんな出してはないよ、別にじゃんけんに。最初はグー、じゃんけんぽい。あっち向いてほい。はい。こっちの人もやられてるぞ。なん、ダメだよ。それダメ、それダメです。こっちで。はい、じゃあ皆さん、じゃあ適当にやってください。うん、あっち向いて、はい。ちなみにめっちゃ負けてるからな、いやいやいや、それは関係ないじゃん。うん、こっち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 向きました。はい。なんでかって言ったら、俺らの、うん。ああ、そういうの大丈夫だ。そういうの大丈夫です。ありがとうございました。思い出すで。ようやく下山しました。じゃあ、これから家に帰ろうと思います。はい。何ですか？はい、これ、アイコのカブトムシなんで。アイコのカブトムシな？これ、読んで歌ってください。うん、いや、僕わかりますよ、このくらいは。はい、あいこさんってめちゃくちゃそのライブ盛り上がるっていう言うじゃん。そうですね。だからもうライブのその最初の盛り上げをめっちゃ勉強してんの。はいはい。その男子女子のやつ。ああ、はい。その俺もう失礼ながらもう U フェスでさ、いや本当にその、はい、やってましたね。作ったよね。はい。もうあいこさんの名前も出してやりたくてって言って、で、じゃあ、行きますよ、ね。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。じゃあ、行きますよね。あ、ちょっと一回普通に朗読していい？はい。少し背の高いあなたの耳に寄せたおでこ、甘い香りに誘われたあなたはカブトムシ。カブトムシって入ってますね。はい、カブトムシなんで。はい、ちょっと待ってね。あ、そこまででいいんですか？流れ星流れる苦し、嬉し胸の痛み、生涯忘れることはないでしょう。お願いします。曲とゲームはさ、俺さ、ほんと聞かんから。やばい、ほんとに全然わかんない。違う、わかんないとかほんとに失礼。俺みたいなさ、やつがさ、そういうこと言うのはほんとに失礼なんだから。ちゃんとやろ。一回やってみます。で、俺聞いたことあるのよ。はい。俺が聞いたことあるってめちゃくちゃ有名だよね。めっちゃ有名。いや、知らない。はい。うん。しか知らないかな。わかんない。ちょ、待って、それは嘘。ちょっとだけ歌って、ちょっとだけ歌って、ヒントちょうだい。じゃあ俺もちょっとそのあれがさ、多すぎて、情報量が多すぎて、ちょっとあれだから、あ、それねってなったらいけるかな。でてん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 、少し、あ、違う、少しです。少し、はい、少しです。まあまあ、合ってる合ってる合ってる。少しです。はい、少し、少し。ねえ、やばい、まあ、本当に勉強する、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 少しな。少し、ちょっと次もちょっと教えて。少し背の高。
少し背の高い。ちょっと次も教えてくれ。ちょっと待って。それは違うな。そんなできないのは違うよね。ちょっと予想外にできないですみたいな空気やめて。数個、なんだっけ、数個しだっけ。ちょっとごめん。数個し。なん、どういう曲。ちょっとごめんなさい、本当に違うのに。俺だってさ。じゃあ、歌えないじゃん、歌えないとかじゃないの、俺本当ね。iPad 持ってないの。え、どういうことですか。 iPad 持ってないから曲聞けないの。そこからですか。 iPod か、 iPod か、そう、 iPod ね。 iPod 持ってないの。ちょっと待ってください。 iPod 持ってる、ほんとに iPod 持ってないから曲聞けないの俺。じゃあほんとに、ちょっと待ってください。ほんとに違うんだよ。みんなよりもさ、俺はさ、情報をさ、遮断されてるわけ。違う。じゃあだからほんとにわかんないの。本当に。いや、カブトムシはちゃんと歌えるようになります。いや、知ってるもん俺。聞いたらああすごいなって思うの。じゃあだからそれをだから歌えますかって言われたら歌えないよ。そこまでの能力がないから。ごめんなさい。はい、じゃあちょっと次回までに。ちょっとやばいな。頑張ってきてください。覚えます。はい、すいません。俺だってタバコ吸うとしたらめちゃくちゃ堂々と吸うぞ。もし俺がタバ、もし俺がタバコ始めたとしたらめちゃくちゃ堂々と吸うぞ。撮影中も吸うし。確かに。うん、ミーティング。俺が今吸ってないってことは、あいつじゃない、うん。俺が今吸ってないってことは、俺じゃない。カンタ君前タバコ吸うドッキリやってんの。いや、これじゃない。あれだって外ない。電子のタバコ。外ないやつ。それ以来ハマったっていう可能性はまあ。ただ、ある。俺一個だけ、カンタからちょっと怪しい情報聞いたことがある。カンタは、パチンコ屋の前にいるのが好きな少年だったらしい。これはガチ。そうそうなんだ。なんでって聞いたの。匂いが好き。いや、タバコの匂いじゃん。タバコの匂いめちゃくちゃ好きなの。いや、これはもう隠さずに言うと、俺めちゃくちゃタバコ好きなの。タバコ好きじゃねえか、じゃあお前。本当に好きなの。タバコ好きじゃん、じゃあ。でも吸ってないです、ね。でも、だから吸ったら多分、無限、一生吸っちゃうんだ。口がもう、使えなくなっちゃうんだ。タバコの形になっちゃうとどうでしょう。はい、タバコを装着する。その状態で、この口になっちゃうってことでしょ、だから。そうそうそう。タバコを装着するためだけの、トーク力が落ちるから。トーク力落ちるとかじゃないんだよ。なんでタバコ吸い始めたらタバコの大きさにしか開かないから、トーク力落ちる。めちゃくちゃ面白いじゃない、そいつ。いや、本当に、一回も加えたことすらないです、タバコは。まあね、本物のタバコあって。そう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 。なんでじゃあタバコ落ちてるの。で、アイコスって俺知らなかった、初めて持ったの。あ、マジっすか。アイコスあれだよね、なんか人気だよね、みんな。いや、もう出た当初はもう売り切れまくってて、うん、買いたくても買えないっていう、みたいな聞くよね。かっこいいね。そうなの。かっこいいですよ。そう、いいね。めっちゃかっこいいんですよ。でもあれですよね、元になるあれが入ってないですよね。カートリッジ。ああ、え、あれってタバコなの。俺は本当に一切タバコ吸わない。タバコじゃないんだ。勝手になんか家に入ってきたんだよ。アイコスか。まだ開けてさ、時入ってきた。アイコス。天才の魔界よ。天才の魔界よ。まあ、東海さんだったり、レペゼンさんだったり。東海はアイコスじゃない。レペゼンさんは。レペゼン。レペゼンのあれの可能性ある。で、どこにあったのっていうとか、あの撮影部屋の後輩たちが座ってる椅子の下。ああ、レペゼン地球のあのお楽しみボックスの中にあった気がする。なんかアイコスあった気がする。あ、それがなんかの表紙にあそこに落ちたと。今あの箱ってどうなってんだっけ。今あの箱は確か一回あれペヤングのやつに使うから、そのレペゼンさんのやつを紙袋に一回移したんだよね俺。じゃ紙袋って近くにあったよ、あの恐竜の顔は。そう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 、それレペゼンさんの。じゃあ、じゃあレペゼンのやつだ。めちゃくちゃレペゼンのでした。タバコ吸わない人たちにさ、アイコスのさ、その元ないやつを入れてたわけでしょ。めっちゃいらないな。
だから、でも誰かがタバコ吸ってたら、いや、タバコの方がねえよってツッコミが出ると思ってたみ入れてくださったんだけど、ね、俺じゃ高いしね、あれ多分。そう、だから俺タバコを吸わないせいで触れないっていう。確かに、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。いつかね、タバコ吸うようなことがあったらこれでね、はい、吸わせていただきます。小学校は普通に海外だから俺、うん、移動が長いんだよね。おー、アメリカって教室の教室の教室の、うん、だから移動してた。違う違うよ。ヌーお前は移動はしてた、移動はしてた。え、なんだろう、でもくだらないことしかしてないよ。いや、くだらないことをさ、やっぱさ、知りたいと思うんだよね。で、俺とかだったら、なんか練り消しとか、あー、結構休み時間に流行ったりして、はいはいはい、あー、そういうやつか。あと、なんだろう、みんなで喋るみたいなことが多かったかもしれない。トーク一本ってこと？トーク一本で攻めるってこと？いや、その言い方はあれだけど、あと、机に絵描くとか。あー、机に彫ったりしましたね、僕。それはダメじゃない？ダメだね。あ、だから俺前も言ったけど、ダンゴムシ買ってました。気持ち悪い。このお道具箱。小1から小3まで日本なんで、うん、日本の時のここですね。にはダンゴムシがいたの？もう世界を使ってました。いや、やめて。ダンゴムシの世界、ダンゴムシを飼う、ただ飼う。夏休みとかなるじゃん、持って帰るの。それはどっかだ。いや、サイコパスですよ、それ。いや、どっか、いや、違う違う。それは、だから、一旦だから、授業中暇じゃん。うん。だから、ちょっと、いや、ほんとにあれよ。ダンゴムシを殺すためとかじゃなく、ダンゴムシをいい生活させたいなっていうだけ。囲ってたんだ。囲ってた。ダンゴムシ囲ってたんだよ、そういうことです。え、じゃあ、授業中どうするの？見てる、ダンゴムシ。暇な時はね。やばいよ、お前、ダンゴムシ見てる。いや、意外とあるよ。授業中、ダンゴムシ見てる人、やばいよ。ああ、動いてるな、とか、こう言って、ああ、なんでっていうのない。だってこうダンゴムシがこう来てて、喋、うん、るならまだしもさ、こうなるじゃん、うん、なんでって思わない。いや別にお前道で大体こうだよ。お前道で喋るならまだしも喋ちょっとぶつかったりとかもすんだよ。いやいや、なんでって思わない。それは道と一緒だよ。めちゃくちゃ広いんだよ。人間の道と一緒だよ。道じゃないじゃん、だってあいつら目的もないじゃん、この部屋で飼われたりするんじゃん、うんうん、お前と俺がこういう動きはないじゃん。いやいやいや、でもうちょっと肩ポンって当たることはないじゃん。いや、あるだろ。ないよ。ダンゴムシの目線でもめっちゃキモいな。あれがでっ、同じサイズのあれがこう電車みたいなもんだよな。やべ、無理だ無理だわ。